どうされた、こんな夜更けに。お耳に入れたいことがありまして。何じゃな。今日北の方へ診察に行ったのですが、人が死んでおりました。ん？獣に噛み殺されたものと思われますが、他にも犬や羊が噛み殺されておりました。狼か。遺体を調べてみましたが、あれは狼の噛み跡ではありません。では一体何が。恐ろしいのは、食べもせずに羊たちを殺しているということです。狼にしても犬にしても無駄な殺生はいたしません。しかし今日見たものは、ただ楽しむために殺した。そう、まるで悪魔の所業です。何の音。君はここにいて。旅の途中、出会った漁師から聞いた話です。悪魔が殺したんです。悪魔。あんな怪物は見たことがない。闇のように黒く大きかった。何より恐ろしかったのは目です。あの目は狂気が宿っていた。悪魔ですよ、まさしく。四人がいれば殺されずに済んだかもしれない。四人というのは。兄が飼っていた犬です。あの時四人は山の中に入っていたので無事でしたが、兄の遺体を見ると。四人はそのままどこかへ行ってしまいました。その四人がドージェ四人。そうだと思います。ドージェが時々どこかへ行っていたのも、多分その悪魔を探していたのでしょう。なるほど。ファジェが殺されたところにいたのもそのためだったのか。おそらくそこには怪物の匂いが残っている。きっと今もドージェは追っている、飼い主の仇を取るために。それでお前は犬を殺されそうになって逃げてきたのだな。うん、村の人たちはドージが殺したと決めつけてる。でも絶対に違う。そうだな、あの犬は殺していない。信じてくれるの。ああ、殺したのは我々が追っている悪魔だ。悪魔。そいつは嵐のように突然私たちの村を襲った。黒い悪魔。そうとしか言えない。そいつは逃げる隙も与えず、あっという間に村人たちほとんどを殺してしまった。狂気の生き物、殺戮のためにただ生きている者、それが奴だ。わずかに生き残った我々は奴を追った。いずれにしろ草原を襲ったのはその怪物だろう。羅刹。私たちは奴をそう呼んでいる。あ、何の声。こんなの聞いたことねえ。
獣だ。ラスツ、それはできん。父さん。いいか天神、よく聞くんだ。ドージは自分の誇りにかけて一人で戦おうとしている。その意志は誰にも止めることはできない。今はドージを信じて見守るしかないんだ。やらせはせん。弟の仇は俺が取る。ジレオ、あんな化け物俺たちの手に負える代物じゃねえ。ここはひとまず黙れ。